絶好調に。おはようございます。やってきましたよ、何回目これ4回目、緊急事態宣言始まります。で、今回の緊急事態宣言は、また施設を全部封鎖すると。もうまあしゃあないですね、こればっかしはどうもなんないんで、この期間中にまたどんだけ機嫌よくワクワクしながら生活できるかですね、もうここに尽きるので、まあまあいや、とりあえず今日のひとりさんの言霊は、私は前進します、みんなが待っているところまで、ついてる人はみんな前進しています、みんなより自分が少し遅れる時もあります、みんなより自分が少し先に行く時もあります、もし遅れたら少しだけスピード上げればいいんです、すぐ追いつきます、だってみんなあなたが来るのを待っているんですからね。これはいつ読んでも20年先ぐらいまで行ってるので常にいつももう待ってるっていうより、うん、いいよって、うん、俺はもうとにかくずっと先に行ってるから、ゆっくり来なさいって俺の中で思ってるだけで、これは伝えたりも何もしない。上目線になったら、上に目線になるとね、上から目線になると嫌なので、ただもう常にみんながへこんでる時にもう俺は笑顔で次のこと考えてるし、スポーツで言えばもう次に勝つこと考えてるしですね。で、まあまあ今日緊急事態とかこういうことがあっても、もうこの期間に何をやって楽しもうってもうそれしか考えてないんで、そうね、まあお金の確保だけして、あとはもう3週間楽しむで、まあ、こう何同じことは起きないという、原理原則があるので、まあ、去年の緊急事態宣言の間はこう神社参りとかね、お寺参りとか、何やったっけ、33観音巡りとかね、観音様巡りをしてたんですよ。で、まあ、孫がこうね暇を持て余してたりしたので孫連れて行ったりしたんやけど、今回は、観音巡りもできるときはまあやろうかなとは思うんやけど、まあ、孫もね、だんだん年齢がいって、友達とも遊んでそんなにじいしとね、俺と一緒に回るのも退屈中か、うん、そういう感じに、まあ、だんだんじじ離れしてきてるので、そこまで強要はせんで、そうね、なんかあんまり去年結構やったのでそんなにワクワクはしないんですよ。神社巡りはね、地元の神社でも全然問題ないので、それだけでもすごい神様を感じられるので、この3週間は笛の達人になろうかと思って、忍笛をね初めて、忍笛の今こう忍笛をね吹くのが楽しいんですよ。楽譜見て、楽譜で YouTube 見たらいくらでも情報が入ってくるんでね、それで、うん、ちょっとこの3週間の間忍笛の練習をガンガンやろうかなと。で、あとはこれはこういつもちょっと渋ってたんやけど、まあ自叙伝をね、去年は7月ぐらいって言っても1月ぐらいからずっと書き始めて、で7月ぐらいにやっと投稿してるんですよ、うん、で7月ぐらいにね、新聞に出たり NHK に出たりして、コロナ自体は全く収束してなかったんやけど、俺の中でちょっと一区切りついたんで、それで一遍投稿したんですね。でまた今年1年の、まあ、経過と起きたことと、でこの緊急事態宣言でまた何どんないいことが起きるのか、これを感じながらちょっと自叙伝をまた
年に1回の自助伝を書こうかなと、はい、思ってます。ね、そんな感じで、そういうことね。象形文字のような、何を書いてるかわからない字、たまに見せる俺の。自分でも書いた後見てわからなくなるというね、楽しみですね。いや本当、昨日は緊急事態宣言のお知らせが来て、あの市の施設は全部封鎖しますと。マジですかと。前回は確か昼間は開けるみたいな感じだったんですよ。でも今回はやっぱり周りがちょっと市の施設でクラスターになってたりしてるみたいなんですよね。そういうのもあるので閉めるみたいです。まあ何かでこうね、お金の保証はちょっと本当この3週間全く収入がゼロっていうのも困るんで、みんなに、いくらか、うん、保証はしようかなとかも思ってるんですよね。とにかく前同じようなことが起きても、同じようなことは同じ結果にはならないので、なのでこちらからちょっと変化をね意識してやってみてもいいのかなと、うんですね。でとにかくワクワクすることを、いつも機嫌よく楽しんでると、まあチャンスがやってきた時に心に余裕があるので、8月は何か起こるピンチのようなことから起きるのが来たんですね。緊急事態宣言という、またしても、施設 全面閉鎖、全閉鎖というね、やっぱチャンスがやってきたので、このチャンスを生かすためにはとにかく機嫌よく生きる。またここに本当やることはね、本当とにかく常にシンプルなんですよ。でそのシンプル、機嫌よくするっていうのは何でもいいです、何でもいいんです。 DTV でも Amazon プライムでもディズニープラスでも、笛でも自助伝書くでも、あまり仕事を稼がなきゃってね、そっちにこうね、誰かなんかこうなんかこう、うまく伝わらないけど、本当に変なお誘いがねやってくるんでね、まあ変なお誘いがやってきてもそれを断るっていうね、でもいいお誘いもあったりするとは思うので、んまあでもね、やっぱこうこういう時にビジネスでガツガツ行くのって王道だと思うんですよね。あのこんな時こそなんかズームとかね、いろいろこう広げて、あのそういう今からそういう時代ですからね、人と人とかそんなに会わなくてもこう画面で会ってメディアを利用してっていうのが王道なんですよ。王道なんやけど、みんながやってるんでね、みんなやってることをやってもまあ面白くないので、まあやっぱここはいつもの通り俺流でね、楽しんでたらこういうピンチみたいなことが来て、でこのピンチみたいな時でも楽しんでたらね、なんか違う楽しみをやってたら、まあ今ピンこの閉鎖すると、まあ、経済的にピンチですよね。じゃあ経済的になんとかしようっていうのは最低限のことはやるんやけど、そのねこの3週間やっていけるだけのお金の確保とかはするんやけど、あとはもうなんか趣味で楽しむ、でこういうのをやってると、うわこんな奇跡来たねっていう結果になるので伝わったかなこれ。まあそんな感じでですね。よし、じゃあひとりさんありがとうございます。また先をガンガン突っ走っていこうかと思いますね。新しい俺がやってるのって本当に
まあ、みんながやってないような新しい成功法則なので、とにかく起きてることに執着するより自分の楽しいことをやってると、でも一人さんのとこ行くと大体そうですからね。うん、はい、じゃあ緊急事態宣言来たけど、まあまた楽しみましょう。よかったね。はい、ほほはははほほはは、はイエーイぞいいぞイエーイ、よし大丈夫大丈夫かよ、大丈夫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 、なんとかなる大丈夫かよ、なんとかなる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 、ついてる大丈夫かよ、ついてる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 、よし高評価ボタン、チャンネル登録、体に話、メンタルに話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。うん、終わりましょう。じゃあついてる笑顔でな、こっち。